次3番ですね、ビジュアルプログラムの構造ということで、構造を理解しようということで、ヌルっていうのはドイツ語でゼロっていう意味なんですけども、要は本来あるべきところに何かがないみたいな、はい、3番ストリングはまあ文字列なんで、こういうそれこそインプットとかっていうのも文字列だし、で6番7番はこれ、はい、実質的には同じもので、ちょっと難しいのがブーリアンなんですよ、うんうん、これ A と B が、はい、まあ、丸やったり×やったりするわけです、うん、で2個しか種類がないんで、はい、がもうこういう表で表せちゃうんですよ、はあ、はい、じゃあそれではですね、続きまして2番のダイナモの概要で、まだ概要なんですけども、まあ、ようやく作業を開始というところが終わりまして、うん、次3番ですね、ビジュアルプログラムの構造ということで、うん、構造を理解しようということで、うん、まあ、ノードとかワイヤーとか今まで出てきた濱口さんにも教えてもらってるところもありますけども、うん、まあ、ちょっとざっとですね、用語の整理もしていきたいなと思います、うん、じゃあノードの方からですね、ちょっと見ていきたいと思います、まあ、ノードの説明はもう濱口さんにしていただいているので、まあ、分からない方はこのねプライマー見れば分かると思いますので、ちょっと飛ばしていきたいと思いますけども、ちょっとここだけね触れておきたいなと思って、状態、どういう状態でこうエラーが出たら、まあ、黄色になるのかな、警告は赤色が出ますと、で、まあ、正常に機能しているときはこのグレーの風になるんですよというようなことが書かれております。でちょっと僕一回やってみたんですけど、まあ、こういう感じですよね。今正常に機能してるんでこのグレーの感じになってますと、うん、例えばこれが1個外すとですね、こんな感じで黄色い警告が出まして、うん、でその警告の上にですねテキストがこう書いてあって、うん、ここでヌルが出てきたんですよね。出ましたね、うん、こんな感じでエラーがちょっと出てきたという感じです、うん、でこれはつないであげれば普通に戻るという感じですね、うんうん、はい、じゃあちょっとプライマーの方に戻りますと、うん、でこう下に行くと、警告ツールチップヌルを指定した場合、またはデータを指定しなかった場合、これなんて言うんですか、倍精度不動小数、まあ、これもねまあまあ実数ってことです、要するに。あ、そういうことですか、はい、だすっげえ難しい漢字並んで、カッコ数値って書いてありますね。ひどいですね。まあ小数点がある数字っていうことです。じゃあ実数でいいですかね。一応説明していいですか。あ、どうぞ。これ、はい、まあ、プログラミング業界の、まあ、この界隈というか、はい、ではもう何やろ、既成事実化してしまったことがあって、はい、それは何かっていうと、実数っていうのは32ビットで扱いますっていうのがあるんですよ、はい、それが単精度不動小数点、はい、フロートって言われるんですけど、不動小数点、不動するんでフロート、まあ、何が不動するのかちょっと分かんないと思いますけど、まあ、それはいいとして、うん、でもやっぱり精度とかに限界が32ビットだとあるんで、64ビット使いましょうっていう、うん、まあ、今PC とかも64ビットのプロセッサーを行ってきてると思うんですけど、うん、そういうののおかげで使いやすくなってきたっていう面もあるんですけど、うん、まあ、64ビットの、まあ、精度のある不動小数点っていうのの数っていうのを、うん、まあ、ダブルっていうふうに英語では言うんですけど、前勉強しましたね、ダブル、はい、うん、まあ、実数ってことなんですけど、なんでダブルかっていうと32ビットに対して64ビットだから、あ、2倍だから、で日本語やと倍精度不動小数点っていう、めちゃくちゃ難しそうな話になるんですけど、これか、はい、そんな大した話じゃないんで、あ、そういうことですね、わ、はい、かりました、ありがとうございます。これほんま普通の人見たらビビると思います。いや、ビビりました、僕読めなかったですもん、今パッと見てね、はい、でもちょっと僕がね何聞きたかったかというと、このヌルですね、はい、この警告が出たときに、はい、こうどういう警告なのかっていうのがこう出てくるんですよね、うんうんうん、でここになんかヌルっていう言葉が結構出てきてて、はいはい、これをちょっと教えてもらいたいなと思ってるんですけども、はい、ヌルっていうのはドイツ語でゼロっていう意味なんですけども、要は本来あるべきところに何かがないみたいなことを表現してヌルと言ったりしますね、うん、ヌルの値とかヌルバリューと、まあ、この場合だと、うん、データが入ってきてないような場合にからです、ね、そうそう、ヌルですって言われちゃうということですね。で、ここにヌル、ここにもウォッチのところヌル書いてます、ね、そうですね、はい、で、これツールチップ実際出てるエラーは英語で表示されてるんですけど、ヌルっていう数字はキャスト、つまり変換、うん、ダブルには変換できないですよっていうことを言ってて、うん、なんでヌルじゃないダブルに変換できる値を入れてあげればこの状態は解決できるという状態になります、うん、なるほどですね。ワーニングでもあれですよね、多分動作はするんでしょうね。そうなんですよね、する場面も多いはずです、はい、警告と、はい、あとこっち、うん、エラーですね、エラーか、エラーはもう動作しない、はい、基本的にはそういう使い分けがされてますね。警告は進めれる、例えばそのダブ、はい、ヌルはダブルにできないって言っても、まあ、デフォルトでゼロ使いましょうとかそういうことはできたりするんですよ、うん、でただやっぱそれが想定してない結果を招く場合もあるので一応警告は出すんですが、うん、まあ、動かせるんで動かしますみたいな状態の時にワーニングが使われることが多いですね。ワーニングですね、はい、
はい、わかりました。まあ、これがノードということで、はい、ちょっとヌルっていう言葉をですね覚えていきました。はい、じゃあ次ワイヤーの方に行きたいと思います。ここではワイヤーを作成するとかですね、まあ、ワイヤーの編集、うん、クリックして消すとか、うん、まあ、そういったことは、ね、直感的にいじっていけば結構わかるものだったりするのかなというふうに思いますので、かなりわかりやすいですよね。わかりやすかったですね、このワイヤーというのは、うん、はい、あ、ここだけ説明ちょっとしときたいなと思ってるんですけど、このビューコネクタっていうところのメニューを使用することによって、通常はこう曲線なんですけど、こういう直角にもできるよというようなことがあったので、これちょっと説明しておきたいなと思ってます。ビューっていうのはですね、表示のことだったんですね。ぼやくですね、はいですよね、はい、ビューのコネクタというところがあります。でコネクタタイプというところで、曲線とポリラインってあるんですけども、これポリラインを選択するとこんな感じでこう直角直線になるっていう感じですかね、うん、はい、まあ、でもこれ別にね、通常通りで別に問題ないのかなと思います。まあ、好みでしょうね。好みですね、はい、曲線に僕の場合は戻したいなと思います、うん、はい、じゃあ続きましていきましょう。ワイヤーは以上になります。じゃあライブラリ 3-3 ライブラリの方ですね。ライブラリっていうとこの左側のここですよね。そうですね、ここがすごい重要ではある。これの編成スキーム、まあ、どういうふうに階層構造にまとめられてるかっていう、あ、めちゃくちゃ難しい表現してますね。編成スキーム何事かと思います、ね。まあ、そうですよね、はい、確かに、まあ、プラスボタンをクリックするとこう開いていってっていう感じになってましたもんね、まあ、この辺はいじっていけば自然に分かるのかなと、うん、命名規則、はい、うん、まあ、まあこれもそんなに大した検索のことについて書いてありますね、うん、まあ、これはもう今までも使ってきてるので飛ばしたいと思いますと、うん、ほとんどのライブラリのノードにはカテゴリー形式というものが含まれていますと。そうですね、要するに例えばバイコーディネーツっていう、うん、まあ、ライブラリに入ってる、これコンポーネントって呼ぶんでしたっけ、まあ、ノードライブラリにそのバイコーディネーツっていうのが入ってるんですけど、はい、まあ、同じバイコーディネーツでもポイントとか UV で違うんですよねっていうことです、うん、でそれがドットで示されてますっていうことを言ってますね。ですよね、違うものですよ。で一部例外があって、うん、はい、まあ、ビルトインファンクションと呼ばれているそのカウントとかフラッテンとか、はい、インテジャースライダーブーリアンストリングみたいなやつは、うん、あ、この3番のところそうそう、ドット何々ドットで始まってない。あ、本当ですね、はい、はい、まあそれだけのことです。このドットの前はリストとか、うん、そうですね、これカテゴリーなんですね。これね、ここではカテゴリーって言われてますね、って言われてますね、うん、あ、そういうことで3番の分にはカテゴリーの分は、うん、ついてませんよ、例外ですよ、そうですね、っていうようなことが書かれているっていうことですね。そうですね、一般的なプログラミング言語ではこのカテゴリーっていうのが型とか、うん、まあ、クラスとかいうふうに言われて、うん、まあ、同じタイプの型とかクラスを指定しないと使えない機能とか、うん、そういうのがあったりするんで、すごい大事な要素なので、まあ、よく見る、まあ、要は普通に3次元の座標を示したいのに、うん、まあ、UV の方のバイコーディネートを使っちゃったらダメですよねみたいな、そういう話ですね。うん、なるほど、ああそういうことね。このポイントドットとかリストドットとか、そうです、ね、ポイントドット、はい、っていうのがこれカテゴリというものであるよ、うん、ジオメトリー、ああなるほどね。で頻繁に使用されるノード、あ、この辺ですね、これ非常に重要かなと思いまして、うん、よく使われる、まずよく使われるということなんで、ここはね最低覚えていきたいなと、うん、インプットノードというものがありますと、うん、でこの中でですね、今まで使ってきたのはナンバーですね、うん、まあ、実数ナンバー、うん、これよく使いますと、うん、そしてそれをスライダーでこう調整できるナンバースライダーと、うん、インテジャー整数、うん、以前教えていただいた整数でこうスライダーできるもの、うん、その他の分でよく使うっていうこのあたりっていうのをちょっと説明していきましょうか。 ありがとうございます、まあ、説明するのはブーリアン1番のブーリアンと3番のストリン グ,、はい、ストリング6番のディレクトリーパスとパス、まあ、7番のファイルパスになってくるんですが、はい、まあ、どれから説明するか、まあ、簡単なやつから説明しますけど、はい、3番ストリングはまあ文字列なんで、はい、以上です。文字列ね、はい、わかりました。それこそインプットとかっていうのも文字列だし、こういう文字ですね。そうです、はい、まあ、代わり種やと最近やと絵文字あるじゃないですか。絵文字、こういう絵文字とかこういう絵文字とか、はい、これもスマホで使うような文字列です。あ、はい、そうなんですか、はい、まあ、昔はそういうのなかったんですけど、最近はちゃんとUT ユニコードっていう形式で定義されて使えるようになってるんで、遠慮なく使ってください。ただバグるときはたまにあります。あっていうのがあるのと、はい、で6番7番はこれ、はい、実質的には同じもので、これパス、つまりフォルダの場所とか、うん、ファイルの場所とかを表す、うん、それを指定するための、はい、ノードです。でこのブラウズって書いてあるボタンを押すと、ブラウズね、はいはい、これ
日本語では参照って多分 よくダイアログとかに出てくると思うんですけど、だいたい参照っていうボタンをあの PC で押すと、うん、あのファイルの選択ダイアログが出てきて出ますね、ファイル選んで OK みたいな、うん、それができるっていう機能ですね、うん、おなるほど。ファイルパス使って何するのかちょっと現段階でちょっと想像できないですけど、うん、あの基本的になんかその PC の中にあるファイルを読み取ってどうこうするとかいう場面で多分使うのかなと思いますね。なるほどですね、はい、このなんかパスを指定させるみたいな、うん、パスってファイルの場所のことなんですけど、うんうんうん、指定させるって結構めんどくさいので、そういうのがこういうコンポーネントであるのってめちゃくちゃ便利やなというのは普通に思いますね、うん、あ本当ですか、はい、ちょっと難しいのがブーリアンなんですよ、うんうん、これあの True か False かっていうことなんです。はいでそう言われてもっていう感じだと思うんですけど、うん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 、そうですね、今まで出てきたコンポーネントにはなかったですけど、うん、あのチェックボックスとかで、まあうん、ありやったりなしやったりするみたいな、うん、あの画面ってあったりするじゃないですか。ありますね。そういうのを表現するのに、まあ、チェック入ってる状態を true、 入ってない状態は false って言ったりして、なるほど。で true と false しかないような、うん、まあ型か、まあ、これで言うとカテゴリーなんです、型なのかな、うん、のことをブーリアンと言います。まあ、日本語だと真偽値って言ったりしますね、うん、でこれちょっと難しいのは、はい、チェックボックスだけじゃないんですよ、うん、やることがブーリアン浜口ホワイトボード合ってないですな、真偽値、はい、基本的にはその丸か×かっていうことなんですよ、うんうんうん、でその丸か×か1個だけ扱うんであればもうそれだけなんですけど、うん、これをいろいろ組み合わせることができるっていうのがポイントで、うん、これね例えば AND 検索とか OR 検索って分かります、うん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 、あのレビットにもありますよ、そういう概念が、はい、あのフィルター機能とかで、その LGS っていう言葉の AND とか、うんうん、OR で検索かけたりとか、はいはいはい、はい、まさにそういう機能あります。それで、はい、あのなんか条件に該当するかどうかっていうことなんですよ、このブーリアンっていうのは、うん、で、まあ、基本的になんかこの集合の中に入ってるのが丸、入ってないのが×、うん、入ってるのが丸、入ってないのが×、でどっちも入ってるっていうのを知りたい時があったりとか、うんうん、どちらでもいいので入ってるみたいなことを表現したい時があると思うんですけど、そのブーリアンの数値に対しては AND、うん、まあ、記号で言うと AND とか、うん、OR、こういう縦線で書くんですけど、うん、の操作をすることができるんですよ。すごいシンプルで、まあ、変数が2つあって、これどっちもブーリアンだとするんですね、はいはい、ということはこれってまあ、丸か×かなんですよ、これ割り算とかじゃなくて、うん、まあ、丸か×かっていうことなんですけど、はい、これ A と B が、はい、まあ、丸やったり×やったりするわけです、うん、であの2個しか種類がないんで、はい、あのこの4通りしかないんですよ、はい、で A&B と A or B、 これですね、はい、がもうこういう表で表せちゃうんですよ、はい、で丸の時の A&B は丸、はい、あとは×で、OR はどっちかが丸なら丸になるっていうことなんですよね。AND、うんうん、検索とか OR 検索っていうのはこれを、うん、その全体的に適用したこと、はい、なので、まあ、これと同じことを言ってるんですけど、こういうこれ真偽値表っていうんですけど、はい、まあ、そういうあの表現の仕方をすることもあります、うん、で AND とか OR は結構よくあるんで、はい、イメージしやすいと思うんですけど、1個特殊なのがあって、うん、はい、排他的論理和っていうものがあるんですよ、はい、論理和って要は OR のことなんで、はい、OR って言っちゃいますけど、はい、OR ですね、うん、排他的 OR、まあ、論理和って言うんですけど、はい、あの OR のことを、はい、排他的 OR っていうのがあって、これが、相互に違う時だけ丸になるっていうやつなんですよ。でこういうのが便利な時があるんです、なので、覚えておいてほしいんですけど、はい、まあ、こういう操作ができるんで、こういう操作を使ってプログラムを、はい、まあ、組む時に使うのがブーリアンという、まあ、カテゴリーとここでは言うのかな。なるほどですね、ですでこういうふうな、まあ、すごいシンプルなんで、うん、覚えやすいし応用の幅広いんで、うん、1個だけだとめちゃくちゃあのシンプルですよね。そうです。でこれが10個とかになってくるときに、うん、こういう考え方を持っておくとすごく楽、うん、この分野のことブールダイスって言うんですけど、で検索するといろいろ詳しいこと分かると。なるほどですね、はい、まあ、そんな感じです。これで全部かなと思います。ありがとうございます。ちょっと頭の片隅に入れて、はい、実際使うときね、多分これ思い出せると思うんで、使うかなこれいや、あると思いますよかな、はい、ありがとうございました、はいはい。
じゃあ次ですね、よく使うシリーズということで、はい、ウォッチノードということがあります、うん、これ実はそのプログラミングでいう関数ってちょっと必ずしもこの数学でいう関数と違ったりするんで、関数へのパラメータ、引数の渡し方ってあの歴史的にはこういう1で決めるっていうポジショナルアーギュメント、合わせたいものを選択して何もないところで右クリックですね、うん、はい、そうすると選択項目を位置合わせっていうのが出てくるので、グループを選択して右クリックして色が変えるみたいなんで、うん、